朗報、三笘薫所属のブライト、リバプールのミルナーがコンパフリーで加入する模様。リバプールのジェームズ・ミルナーがコンパにフリーでブライトンに加入することが決定的となった。ゴールの取材で明らかになった。37歳のミルナーに対しては、先日からブライトンやバーンリーといったクラブが興味を寄せ、争奪戦に発展する可能性が浮上。しかしブライトンが同選手とすでに口頭で合意に至ったことが分かった。ミルナーは2020年に同じくリバプールから加入したアダム・ララーナと共にアメックススタジアムで新シーズンからプレーすることになる見込みだ。いいことだ。カップ戦も含めたターンオーバー要因やね。試合の終盤に整えるおじさんいなくなっちまった。若手選手のメンタル鍛えてくれそう。リバプールファンの人、ミルナーがどんな人か教えてくれ。ルーニーが記録したリーグ最年少ゴールをすぐに更新した選手だよね。さすがブライトンは期待の若手を得るのがうまいね。ずば抜けた経験値を持った大ベテランミルナーの加入、まだ正式発表ではないので気持ち半分だが、若手主体のブライトンに新しい何かをもたらしてくれることを期待したい。ベテラン期待の若手やぞ。運動量に関しては割とマジで。ブライトンはチーム作りにおいて、うまい若手だけ集めるとどうなるか分かってる感じあるな。バリゴリン世代のミルナー補強は最高すぎるんよ。これに関してはララーナと再会で KOP は嬉しいし、マクアリスターとの契約で優位に立つのでは。さすがブライトンだな。いい補強だ。今後10年は引っ張っててくれそう。いい若手を補強したな。ララーナに続いてブライトンにいい補強するわ。ほんと最強の若手補強だな。